ルイージ・アラマンにルイージ・アラマンには、イタリア・フィレンツェ出身で、フランスの宮廷に仕えた、詩人、政治家、ルイージ・アラマンにとも表記される。アラマンにの父は当時イタリアで、銀行家、政治家として、権力を持っていたメディチ家を支持していたが、一方のアラマンには、メディチ家がフィレンツェを支配しようとしたため反抗し、公主刑を宣告された。その後は、公主刑を逃れるために、 フランスに亡命し、バロア朝第9代フランス王のフランスは一斉に仕えた。1546年に亡命者の心情が綴られている地、濃厚を表した。1548年、フランスに伝わる古典的な物語をモデルとした、騎士道に関するし、ウトクのし、ジローネを表す。1670年頃には古代ギリシアの 銀遊詩人であるホメーロスの長編女子子イーリアスを真似た作品アバルキーデを表した1556年4月18日フランスのアンボワーズで亡くなる高津保家 1973P24 河奈公平アラマンに日本大百科全書2019年6月2日閲覧ありがとうございます